あなたはそのような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？そうだ。やはりそうですか。あの任を請け負っていただけるとか。私は道中落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。辿って行かねば、あの調べはきっとわしを。どうすれば終えるのか。忍び殿、心当たりはあるか？ステローに行ってみてはどうだ。なるほど、あそこか。調べは穴底から聞こえる。ステローのどこかから降りていけるやもしれぬな。ああ、ステローですな。わかり申した。まこと、かたじけない。忍びのお方、お役目を果たしていただき礼を言います。あの人は今ステローの施術場に。これで試しが進む。きっと師匠も満足するでしょう。これは謝礼です。どうかお納めを。そろそろ私も施術場に参ります。あなたは役目を果たしてくださった。
我が死と共になさねばならぬ。いかがでしょう、道作様。鍛錬を積んだ屈強な侍ならば、きっと。なるであろう。支度を。は、落ち水を用意いたします。これも芦名のため。始めるぞ、弟子よ。はい、道作様。あれはもはや人ではない。おい。ああ、忍びのお方ですか。どうした。いいえ、何でもございません。忍びのお方、師匠がこれをあなたに。用立てをお願いいたします。
御神、そこの御神。この仙宝寺は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て、死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方が良いでしょう。それでももしこの仙宝寺に入る理由があるのならば、止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。この仙宝寺に入る理由ただどうか。それでも進まれるのですね。せめて私たちがあなたのご無事をお祈りしましょう。が、おめえもこの寺に来てたのか。お前は、へっ、野暮用って言っただろう。ここで何をしている。あっちの方向こう岸まで渡りてんだが、往生しててな。対岸に渡る術は忍びだこを使いや渡れるな。だがずっとタコを揚げておくにはコツがいる。タコ揚げの素人には荷が重いってもんだ。そうか。崖下にタコ揚げ係のラッパがいる。あいつにずっとタコを揚げさせる、そんな芸当ができりゃいいが、袖の下は通じねえとよ。まったく当てが外れたぜ。あっちの方向こう岸まで渡りてんだがな、崖下にタコ揚げ係のラッパがいる。あいつにずっとタコを揚げさせる、そんな芸当ができりゃいいが、まったくどうにか野暮用を済ませてんだがな。置いていかれてしもうた。みな小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おらどうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている。みなに置いていかれてしもうたんじゃ。みなとは。みなはあれ誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪
真っ白いお花、真っ白いお花が見当たらない。なんだと。頭が痛え。すまねえ、あんた何を言っているのかオラにもわけがわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。皆に置いていかれてしもうた。真っ白いお花を探さなきゃ。どこにあるんじゃろう。お前さ、ではな。また久しくらいなら貸してやろう。